どうもエル歌舞伎のエル歌です。はい、どうもデロニアシです。ということでね、坂上忍、煽りエアガン男に呆れ顔、どういう神経でできちゃうんだろうねということで。いつのニュースですか？いや、もう今日ですよ。今日9月17日のあれ、煽りも新しいのが出てきてるでしょ、エアガンとかさ。まあもうちょっと古い感じしますけどね、エアガンを発射しね。まあでもそれ何日か前だからね。で40歳にもなってそんなことがわからないはずもなく、どういう真剣でできちゃうんだろうねと高橋真央さんに話を振ったと。なるほど。いうことで。でもマーサさんだったらね、もう自慢の巨乳で跳ね返しちゃうとね。BB 弾2発がありますから。そういうあれでしょ、下ネタを坂上さんがぶっ込んだってことですね。いや違いますよ。違いますから。その後はヒロミさんがまた正論で限ると。やっぱりヤンキーですから煽り運転をしてたんでしょ、この学生時代には。バイクなんかでもしかしたらね。してないかな。ヒロミさんもっと硬派なヤンキーだから。いや、やってたんじゃないですか。いや時代の人たちは。やってないと思いますよ。やってたんじゃないですかね。俺をね、煽り運転バイクでされたことあるけどね。でもなんかああいうのって結構実際されるとさ、で普通に歩いてる時にされたらさ、でも何もしようがないよね、別に。歩いてる時されっかな。いや、俺されたことあるよ。だからそれはね、デートだったんですよ。だから多分そういうのってね、でその煽りもどうしようかなって。でも普通にさ、無視して歩くしかないじゃん。でそのまあ行っちゃったからね。一応危なかったのは組事務所前行った時に「暑いね」みたいに言われた時に「あざっす」みたいななぜか「ありがとうございます」みたいな。BB 弾じゃ済まないんだからね、お前。一歩間違ったらあるね、そういうこと。そういうことはありますよな。そういうことはね、ちょっと思い出しますけど。でね、今日のニュースがね、さっき読んだのが今日のトースポウェブさんの坂上忍、煽りエアガン男に呆れ顔、どういう神経でできちゃうんだろうね。これトースポウェブさん、これはね、面白いニュースがまたあって、今日の12時53分配信、スポーツおじさん、富士バイキングが謝罪、煽りエアガン乱射で容疑者の名前テロップを違う人物に出すというね。これいいんですよ。だから同じニュースの中で実は間違っていたと。で煽っちゃったんじゃん。コーナーの最後に MC の坂上忍がここで江波君から訂正があるのかなと促すと同局の江波大二郎アナウンサー、先ほどご覧いただきました VTR の中で容疑者ではない人物に容疑者の名前テロップを出してしまいました。お詫びして訂正いたしますという。全く違うニュースだったのかな。同じニュースでしょ。いやだから俺これは煽り運転のエアガン撃った人に別な人の名前が入っただからでしょ。グレートギターさんの写真でしょ、多分ね。多分そうか、ウガンダトラさんじゃなくてグレートギターさんの顔写真の下にウガンダトラと入ったっていう。オフィス北の騒動の時にオフィス北の分裂騒動の時にグレートギターさんのとこだけウガンダトラさんっていう軍団じゃない人の写真が名前かな。名前かあれ写真かな。ウガンダトラどっちだっけな。でもどっちでも間違った方がいいと思う。グレートギターって名前は間違いなそうじゃない。でも名前はさ文面で出せるからさ。そっか、写真がウガンダトラか。多分さグレートギターでさ出てきちゃったでしょ、ウガンダトラさんの写真も。だろうね。でいいやつ選ぼうとか言ったらさ、これがいいじゃん、なんか間違っちゃったじゃない。いいじゃん、この時ひげ剃ってて綺麗だしとか言って。ウガンダさんひげ生えてないか。ウガンダさんひげ生えてないと思う。生えてないな。カレーは飲み物っていうね。生えてるのは角田博さんか。そうかな。でも生えてたらなかなかカレーは飲み物って言えないじゃない。結構ついちゃうしさ、ルーがね。ウガンダさんもね、亡くなってしまいました。すごいね。ちょいちょいあるな。だから今やっぱネットから結構拾ったりするから、どうしても取材してないってことだよな。だからその取材と合わせ技でいくと大変なのかな。結構ね、ちょっとね。だ俺も今日だからその今からね出る、僕らがもう6年ぐらい司会させてもらってるライブがあるんだけど、なんと今日のゲスト金太郎さんが出るということで、一瞬その今日のゲストりんたろー、間違えた金太郎って書こうとしたけど、なんかいろいろ考えてやめときました。まあそうだな。危険からイグジットしてきました本当に。でもね金太郎さんはね第何世代なんですかね。りんたろーさんはね第7世代ですか。金太郎さんは AKB 第2世代ですかね。第2世代だな。第1だろ。第1か。モノマネ第1世代。AKB モノマネでは。だって安倍さんそうでしょ。誰安倍さんって。安倍さんだったっけ？前田さんか。前田敦子は最初のセンターです。安倍さん日本のセンターだろ。モームスのセンターと日本のセンターだろ。モームスのセンターだ。アイドルにもうちょっと僕はね興味持とう。俺はナッチですよ、ナッチ。そう、まあ我々モームス世代ですからね。まあそうだね、AKB っていうのはね結構新しい世代かなと思いますけど、はい、そしてねできたらね今日金太郎さんとエンディングでね相撲取れないかなっていうのちょっと思ってますね。まさかにもっと可能であればまさかにもあったね。多分そのいじりで本当に嫌な思いしたんだろうね昔。あるかもね。いやたくましいですよ彼女。だから俺ねよく知ってる。都合よく言う。いや俺ライブでもね喋ろうと思うけど石橋貴明さんが金太郎さんがその細かすぎての番組に来てモノマネしたのを見て、この子は絶対売れるってこのもうパワーエネルギーでわかるみたいな。でなんか終わりで拍手かなんかしたんだよね。っていうのをね。でもそんぐらいのやっぱエネルギーあったよ。一人だけ目立つぐらいの見た瞬間に分かるんだね。だってゴン中山なんてね、もうサッカーできない時ぐらいにサッカーイベントがなんかで金太郎さんと一緒になってなんかのイベント一緒になって、で金太郎さんがめっちゃ踊った後に「君の膝が欲しい」って言ったの。俺の軟骨はもうすり減ってるよってそれを言わせる踊りができるわけですから。でもその後見事またねサッカーやってますから。ゴン中山今もやってるの？一回引退した札幌来たんだよね。でその引退した後に札幌来たんだかな。でも出るとしたらさ今 J3 とか JFL とか最後の1分とかだよね多分。じゃない？いや走り続けられるの？ある程度走れる。すごいよ。じゃあ武藤敬司みたいに人工関節入れたのかな。いや知らん。武藤敬司は人工関節を入れて今復帰してるんだけど、その人工関節入れたら入れる前にずっとやってた連載の名前が「さよならムーンサルトプレス」って名前だった。もうムーンサルトはできない。そうだよね。その晩年に小橋さんとかムーンサルトやったのとかってやっぱ俺すげえなと思ったけどね。で武藤と対談した時に小橋に「ムーンサルトしすぎない方がいいよ」ってずっと膝やるよみたいな。2人ともねでもそれを削ってでも沸かせたかったというね。そしてね煽りつながりで言うとね増戸陽一さんがね煽り運転を批判したのに舛添さんが炎上したということで苦情電話が殺到で一転煽り被害者にということで舛添さん ね国際政治学者の舛添陽一氏が15日に ABEMATV で放送された ABEMA 的ニュースショーに出演。元都知事ではないんですね。国際政治学者にねいるよね。だからさしらっとさ元弁護士とか出てるけどさ、いやその前思いっきり政治家だったじゃんって人結構いるよね。だからどっちか選ぶのか。じゃあだからだからやめ方がそうねちょっとねあれだったなっていう人はね元国会議員って消すな。なるほどね。バラ色ダンディなんか見てて俺はいまだに胸が熱くなるのは水道橋博士のテロップのとこに「浅草キッドのツッコミ担当」って書いてで玉袋さんの時も「浅草キッドボケ担当」って言うでしょ。それはそうしてくれないよね。それが消えた時は涙する日だよ。いや確かにね。なんかねこれエアガンのことに煽り運転を批判するコメントをした結果、直後から苦情電話が殺到。逆に電話で煽られたという困惑エピソードを語ったということで。電話で煽られたと。事務所なのか自分の携帯に来てたらさかなり知り合いに嫌われてるってことだよね。番組の電話とかにも来たのかな局とかの。なるほどね。分かんないけどね。舛添さんは先月同番組の中で常磐道での煽り運転で逮捕された宮崎文雄容疑者についても言及しており、その際同容疑者はもちろん悪いとしながらも、高速道路の追い越し車線をゆっくり走行する車が多すぎる、ドイツのアウトバーンでは速い車しか追い越し車線にはいないし、速い車が後ろから来たことを認識したら自動的に下がる。一方日本の高速は何をやっても動かないことが多い。これは道路交通法違反だ。追い越し車線は用事追い越しが済んだらすぐ戻らないといけないのに、なぜ警察はスピード違反ばかり取り締まってこのようなドライバーを取り締まらないのか。煽り運転を誘発するドライバーも取り締まるべきといった内容の発言を行っている。でこれに対して苦情の主な内容は煽り運転をお前が煽っているという趣旨のものだったと。なるほどね。でもやっぱね意識高い系ですから。ヨーロッパに長いこと住んでいたからヨーロッパではありえない。日本特有ではないか。すぐやっぱねドイツの高速道路出したがるよな。爆笑問題さんがなぜ舛添さんに切れたかっていうと、爆笑問題さんとダブル浩二さんね、今田浩二さん東野浩二さんが同じ番組に出てネタをやった時に、爆笑問題の時事ネタを結構こき下ろした後にダブル浩二が出てきた時に、フランスなんかではこういう笑いがいいんですよっつって太田さんがずっとそれ根に持ってたってねフランスではじゃ知らねえよとか言って。結構太田さんね海外行ってる人、善次郎さんとかそういう人にねネーム持つタイプかも。意識高い系コンプレックス意識高いんだよ。でもねですねすぐドイツライドバーンとか言っちゃうんだよね。でもねここのヤフーニュースのコメントがね結構舛添さんの言い分が分かるってのが多くて、その要はゆっくり走ってたりとか自分が走ってる車線、いや高速道路であることを認識しないドライバーにも注意を促してほしいっていう、結構舛添さんがその反対側の意見を言ったことでそういうね、全然合ってんだよ。ただやっぱね、渋滞のやっぱドイツ引き合い出すとこだよな。まああと誰が言ってんだ問題。いやそこだな、舛添さんは。いや舛添落ちってすごいよね。ツイッターとかもずっとそのちゃんと上から目線で政治のこと語ったりする。だってエリートがね引っ張っていくべきだっていうのはもう思いっきり言ってるから、そういうふうにはっきり言ってるからそういう人なんですよ。なるほどね。そうそうそう。あ、だから自分がエリートってこと。自分がそうそう、自分はエリートでエリートの学歴があってエリートがねこのみんなを引っ張っていくもんだっていうと、だから余計なお前ら余計なこと言うなみたいな感じですよ。なるほどね。これはっきり言ってるからもう舛添さんは。まあでもじゃあなんか必要悪なのかな。あ、多分違うと思う。そういうやつも言ったの。舛添さんを見た時に何か発言した時にちゃんと考えて噛み砕こうとは思う。だからさ、あれと逆だ。泉ピン子さんっていうのは下積みがね時にいろんな人にいじめられたりとかいろんな苦労して半年間前説とかしてのし上がって逆にもうなんかやるってやらやりたい放題みたいな。なんか逆っつうか舛添、まあ舛添さんもでも学生時代の下積みが机に向かってカリカリカリってそしたら大概みんな下積みしとるかな。ね、そうそうそう、舛添さんとねなかなか面白いですよ。そうね。ということでね、泉ピン子 ZOZO 社長を退任した前澤氏へ月に住んだらというだということで、あら15円が楽しみなのよね。15円が楽しみだし、楽しみですね。なんか俺スピッツの新曲でいいんじゃないかな、月に住んだらみたいな。アルバムにありそうだな。月に住んだらもうと指摘し社員の人気の毒よねとコメントしていた。一方で前澤氏と交際している剛力彩芽に剛力が羨ましいなどと明かしスタジオを沸かせていたということで、これちゃんとね一人プラマイゼロで素晴らしいですね。素晴らしいよ。本当の剛力はもう泉ピン子さんですから。まあね、剛力ですよ。昨日の配信かな、渡る世間鬼ばかりを録画してきたと言ったんですけども、ちょっと今のところまだね見てませんけど、見ろよ早く。なんで取り上げたんだよ。体力が必要だと思うんですよ見るにも。3時間スペシャルからね。で俺渡る世間はほぼ見たことないんですよ。いや、まあ山田雅人さんが無言で包丁で切ってるのは見たことありますけど、そういう抜粋では見たことないんですけど、「笑っていいとも！」グランドフィナーレで石橋貴明さんが橋田壽賀子さんと「橋田先生もう渡る世間やらないんですか?」と。ずっと木球で裏だったからと。その後橋田壽賀子さんの返し、宇津井さん死んじゃいました。あれそれ言ってたっけ。言ってた。宇津井健さんがだからあれそんなふうに言ったか。すげえ大物の中に橋田壽賀子って大物も混ざってたって覚えといて。まあ宇津井健さんが出てくるぐらいですから。でもちょうどそのこら辺だった、その時ぐらいだったね。もうそのちょっと前ぐらいに亡くなっててみたいな。すごい回だな。いやすっごいよあの回は。ねえもう一回見よう。で橋田先生がステージから降りるのを支えてたのが香取君とか草薙君がなんか一緒にこう両肩支えてみたいな、そういうことですよ。なるほどね。ねえそんなとこですかね今日の時事ネタは。そんなもんですかね。はい、そんなもんです。はい、りんごちゃん共演 NG な人物はっていうニュースもメモってありますけど、あらりんごちゃんも共演 NG が。なんかでもねニュースサイトの中には文面が出てこなくて、なんかガヤの番宣っぽいねこのニュース自体。まあどっかで明かすのかな。モノマネの方ですからね。モノマネあれですよ、中村勘三郎さんと一緒に喫茶店とか行ってた人じゃないですかね。それ椎名林檎さんですから。レストラン食べてました。モノマネの会の人ですから、耳かじられたとかそういうことじゃないですよね。大丈夫ですよね。どういうこと。ミニサワだっけと誰か耳かじった感じになってあったじゃん。耳噛みちぎったっていう事件、昔モノマネ芸人同士でモノマネ芸人であったじゃん。ツンツクだっけ、ツンツクさんだっけ。知らないよそれ。これちょっと名前ちょっと誰かね、マイク・タイソンじゃなくてイベンターホリフィールドじゃなくて昔新日本プロレスでさドン・フライがさなんか誰かの耳噛みついてさ、で辻吉成がさ「お前はマイク・タイソンか!」って言ったんだけど、だからホリフィールドがなんだっけだバーベキューソースかなんか作った時に、あ言ってたね。そう作った時にマイク・タイソンが一緒に出てきて宣伝するっていうね。これいい話ですよ。それ耳につけて食べたら面白かったね。君の耳餃子みたいなね。餃子食べちゃって。なるほどね。じゃあそのモノマネ芸人ちょっと調べておいて。ちょっと調べておいておきますよ。わかりました。確かあったと思うんだけど耳噛みちぎったみたいな、噛んだみたいな。それをもう発表した日にはこれもうキサラでの視聴率やばいですからね。やばい。ちょっとじゃあ探偵と、はい、じゃあぜひぜひお願いします、はい、といったところで、また明日お聞きなさってください。お願いします。